はい、今日は何回目か忘れましたけど、まあ、新年2回目ですね。2回目やんの。今日も一生苦戦してるんですけど、今日も苦戦してるんですけど、頑張ってくださいね。はい、2パック走ったんですけど、あの頂点山山さんがね12秒3というタイムを出していて、で僕が5しか出てなくて、で一世は13秒0しか出てなくて、これはかなりやばい状況です。で早くしましょうね。はい、今ね車をね2回ね走らせてねテストしました。まずねスタビオ今回はまああのフロント 1.4、1.4 と 1.4、1.3 やったんですけど、結局あのあれですね、デフォルトのセッティングのやつが一番良かったです。なんか変えるとギアの安心感は出るんですけど、なんかそんな前に出るわけでもなくみたいな感じだったんで、結局なんかタイムもコンマ2秒違ったんで、まあ、フィーリング的にもねやっぱデフォルトの方が曲がったという感じですね。はい、まあ、いろいろテストしていきます。見てください皆さん、この ARS の搭載が変わりました。ね、バルク側にねつくようになっております。あ、こっちからの方が分かりやすいな。はい、バルク側について上側にねこの変更されました。ここが上側に行きました。はい、じゃこれもね今からテストしていきます。やば。僕の車運転してもらいます。はい、今ちょっと今2秒5しか出なかったんで、2秒まあまあ1ぐらいは出して、ああまあ頑張ってください。ちょっと路面悪いからな、あいつタイム出んな。まあこの車で2秒台出したらいいんじゃね。路面悪いけども出すのがやっぱり僕なんで、まあまあ頑張ってくださいね。まあ壊さないようにだけお願いしますね。左だけすごいの。あ、そう。出たんちゃう。6秒1 1台出たで。おおおお、ついに1秒台1台出た。巻き巻きやな。こうして見たら俺の車全然走ってへんように見えもん。って、あ、9や12秒9しか出ない。うわー怖っ、切れないの。まあ、僕の車はこういう車です。ハンドルを切らないと。あ、でこのね方式、バルク側につく方式ね、めっちゃいいっすよこれ。なんか ARS だけどアクセルオフで巻かないし、まあ、スピンしないってことですね。スピンしないし、
どっちかっていうとリアが安心に変わりました。だからスタンダード足のような感覚ですね。まあ、使うんだったらやっぱこれからこっちにしようかな。こっちの方が楽です、はい。タイムもね全然普通に出るんで、まあ、ちょっと今日今路面すごく落ちちゃってダメなんですけど、まあでも車は最高にこのリアのね、まあ、バルク付きにしたことによって良くなりました。はい。まあ今日一番良かったセットで今から最後アタックいくんですけど、結局バネはねアクソン製の、レッドレッドが良かったです。昔のやつですね。あの 2.7 あれが良かったですね。はい。でスタビライザーはこんな感じ。フロント 1.4 のリア 1.3 です。デフは7000番です。はい、でこれじゃあ最後タイムアタックいってきます。かなり良くなったんでね、いってきます。ラスト、どうですかね。本当はすげえ。あ、野崎さん分かるっていうタイムすごい。逃げがかんない。下がってきたよ。タイヤがすごい音してる。冷やしたら、冷やしたら3人って絶対無理やろ。無理な、意外といけるよ。はい、ということで、まあ、今日の練習も終わりで、まあ、結局まさみさんにね3まで出されてしまって、僕は5.16しか出なかった。でも路面が最後下がってたんですよね、すっごいいきなり。いきなり路面下がって、これ中古、これ8パック目と新品2パック目で5.4、5.6って出したんですけど、これちょっとおかしいですよ、さすがに。だいぶ路面落ちたんで、まあ今日はこんぐらいでちょうどいいかなと思います。次、いろいろ、まあね、次何を触るかわかんないですけど、パワーソースとかね、いろいろ詰めていきたいと思います。最後の挨拶お願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではそれでは動画を締めさせていただきたいと思います。